皆さんこんばんは。東京青山の結婚相談所マリーミー代表の薬草みゆきです。日曜日のこの時間は薬草みゆきの恋愛結婚相談の時間です。パチ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 、はい、一人でやっちゃいました。この番組は恋愛、婚活、結婚のホットな情報を皆さんにお届けする番組です。お悩み相談もお受けしてますので、どしどしお寄せください。薬草みゆきが切って切って切りまくります。そしてアシスタントおなじみの木月理恵さんです。こんばんは、木月理恵です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、薬草さん、はい、今日もこちら結婚相談所マリーミーからお送りしております。はい、さあ今日入ったのは、はい、表参道 A2 出口から徒歩大体 1,2 分ぐらい、はい、3分ぐらいですかね。近かった。はい、近い。そのビルの5階、はい、506号室に見に来てます。はい、さあ、こちら入ってパーティションで区切られていて、個室のようになってるんですね。はい、ここがあのカウンセリングルームというお部屋です。カウンセリングルーム、はい、はい、後ろの方には皆さんにはラジオなんでね、はい、見せできないんですが、たくさん写真が飾ってます。はい、こちらの写真、結婚がですね、こちらで活動して結婚が決まった方が最後に卒業される時にお二人でご挨拶に来てくださるんですね。その時に私と記念写真を撮ったものですとか、あと結納ですね、ご本人たちの、ね、なんかお父さんもお母さんも一緒にお写真撮られてますね。はい、結納の時の写真ですとか、あとはまあ結婚式の時とか、赤ちゃんが生まれた時とか、その都度その都度のね、カードですとかね、お写真を送ってくださってます。うん、これは結婚の報告、はい、ということですかね。そういうことです。はい、たくさん写真が飾ってます。はい、そしてここカウンセリングルームということなんですけれども、はいはい、これ大体4人掛けぐらいで、はい、はい、なんかもう堂々と真ん中にティッシュが置いてあるんですけど、びっくりしました。皆さんよくおっしゃるんですけども、ティッシュはね、実はここの相談所、日本で一番ティッシュがなくなる相談所。要はですね、私が、まあ、一番最初ご相談に見えた時にこの部屋を使いますね。はい、でその時に顔を合わせた瞬間に大体皆さん泣かれます、号泣されます。今までそう、なぜかというと、こちらにいらっしゃる方の約8割以上の方はすでにどこかの相談所で活動してるんです。で、2年も3年も5年ももしかしたら、ですごく大変だった、つらかったっていう思いがですね、なぜか私を目の前にすると神様のように見えるらしく、ここにたどり着いたと思ったらほっとするのか、大体泣き出しちゃうんです。で、どうしたのかなと思って、このティッシュでまあまあお聞きしますよっていうところで始まるんです。いきなり薬草さんに怒られて泣き出すわけじゃなくて、ないんですよ。 お会いして、なんかこう安心するんでしょうかね。もうやっとどうにかなるかもしれないっていう、で、気づいて、で、まあ何かのタイミングで検索して婚活東京とかってやって検索すると、レクサミキとかマリーミーとか出てきて、でコラムを読んだり、私が出てるテレビなんかをいろいろ見たりして、でイメージをされてきて、でここだったら本物だなって思っていらっしゃるんだと思うんですね。安心する涙なんですよね。うんうん、はい、そしてここにはアルバムが、そうこれね、いいですか、ピンクの可愛い、はい、ピンクの可愛いアルバムなんですけど、ね、はい、そう覚えてますか、植草さんが本を出版された時の PHP さんから出したモテ理論、モテ理論、男性向けの本でしたね。5日間で結婚できちゃう、はい、1人になっちゃう。でそこでスペシャルゲストが石田純一さんがお越しいただいた時の、あの時、はい、木月さん司会やっていただいて、はい、ありがとうございます、はい、いえいえ、ありがとうございます、ね、この時私ほら石田純一さんをお呼びした時、彼は走って見えたじゃないですか、ステージで爽やかにね、爽やかにハグしてくれちゃって、すごい幸せじゃないですか。その時のこれ、このハグシーンがありますけれども、はい、これをですね、なぜこんなところに置いてるかというと、はい、まあ、最初ね、皆さんいらした時でやっぱりドキドキ不安げにいらっしゃいますよね。で、私がちょっと離席をする時もありますよ、はい、お話ししていて、これパラパラっとめくって幸せな気分に立ってなってもらえるように。なるほど、なるほど、なるほど、ね、写真もあるしということですよね。はい、はい、では、はい、ちょっと探検させていただいていいですか。はい、はい、これは本の表紙が飾ってありますね。過去に出した本の表紙で一番最初でした。これは、一番最近ですか。いや、一番これが最初に出した。必ず婚活裏技25、ね、はい、はい、これが2冊目、学研からできる
女できない女、はい、でこれが3冊目で、角川さんから出した婚活リベンジ。いやでもね、このね、結婚ができる女できない女の表表紙のところに、35歳から39歳で結婚できる女性は100人に1人、そうだからそれまでにしてほしいと思っておりますが、100人に1人しか独身になったらできないですか、はいはい、なかなかね、ハードルが難しいですね、一般的にはね、一般的には、はい、はい、で、先ほどご紹介したモテ理論、はい、はい、吉田純一さんが帯を書いてくださったんですかね、はい、たくさん声をかけてみたらいい、うん、恋はある意味確率だからと、吉田純一さん推薦の本ですね、はい、はい、そしていくつになっても結婚できる女、結婚できない女、はい、結婚したいのなら女優になりなさい、そう、今のままの自分で結婚できるわけないということでございます、はい、はい、じゃあこれまでの執筆された本が、はい、飾ってあります。さあそして中央にはサロンがありまして、はい、こちらの方でセミナーとかを行う、ね、お部屋ということですかね、まあ、土曜日日曜日ね、うん、いろんなセミナーやっておりますので、はい、ホームページで検索していただいて、はい、受けてみたいなと思ったらぜひぜひご参加ください、はい、そして特大ポスター、うん、ブクサさんのアップ、そうなんですよ、はい、ここねポイント、お見合いで美しく幸せな恋愛結婚しましょう、ね、美しく幸せ、これみゆきです、そうですね、植草さんの、はい、みゆきよ、みゆき、美しい幸せと書いてね、そうそうそう、お見合いで美しく幸せな恋愛、はいはい、これどこか語ってあるんですか、これですね、ホームページもこう、そう、もうこれがね、私のあの宣材写真とでも言いましょうか、はい、はい、あと郵便局の名前貼っております、これですか、はい、外苑前の郵便局とか、そうなんですね、あちらこちらに貼っておりますね、はい、はい、見かけた方は拍手でもしていただければ拍手でもしていただければ、はい、はい、で、一番奥のお部屋、はい、こちらは私の部屋でして、社長室ですか、はい、こちらでですね、はい、普段会員さんとのカウンセリングをしたり、はい、編集者の方と打ち合わせをしたり、いろんな、まあ、大体こちらにおりますね、はい、はい、で、まあ、予定表なんですかね、はい、こちら成婚予定今月って書いてあるんですけど、そうそうそう、これね、なんかお名前ちょっとね、なかなか画像ではご覧いただけないかなとは思うんですけど、はい、これなんか数字が書いてあって、お名前が書いてあって、日付が書いてあって、すごいですね、これどういう、これね、結局私結婚相談所のオーナーですけれども、目標は成婚なんですよ、成婚をたくさん出してあげること、みんなを幸せに導いたり、お預かりしたら、うん、あの必ず結婚に導きたいということで、そうですね、それの目的ですもんね、はい、社内のアドバイザーにも、うん、とにかく成婚成婚っていうのを常に言ってますので、うん、あの営業みたいなもんですけど、営業ノルマみたいなもんですけど、あ、営業成績みたいな、そうそうそう、営業成績みたいなもんですけど、うん、まあ、植草コースの場合は、まあ、今月は8組結婚 し,、はい、してもらうということで、すでに3組決まってますから、はい、まあ、8組、あと他の、はい、ベーシックコースというのは私ではない弟子がアドバイザーで、担当してますけれども、はい、その弟子の名前は入ってますね、はい、他にもそのお弟子さんは4名いらっしゃるんですかね、はいはい、あとは金沢も店舗がありますので、はい、金沢の、成功予定の人数とか、はい、ということで今月は16人予定しております。16組ですね。16組ご結婚なさるということなんですね。はい。はいはい、でここのお部屋で大きな鏡がありますけれども、はい、こちらの方で、ね、このね、うん、鏡は絶対必要なんです。なんでですか。なぜかというと、こちら側に会員さんが座るんですね。はい、で会員さんが背中背筋が伸びてるかどうか自分でこうチェックして。わかります。ちゃんとお話する時の、そう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 、うん、お見合いの時って座ってるんです、うんうん、で座ってる時って気を抜いて背中が曲がっていたり、で背中が曲がると首が前に出るので顔がでっかく見えちゃうんですね。でここへ座った時からすでに私のレッスンが始まっているので、うん、背中が伸びているのか背筋が伸びているのかキリッとなっているのかなんていうこととか、鏡を見て常日頃鏡を見てお顔のメイクのチェックをしたりとか、うん、笑顔のチェックなどをしていただくので使ってます。こちらのサロン本当に鏡が多いですよね、はい、そうあちらこちらに鏡を置いていて、うん、自分自身を見つめてほしいんですよ、うん、スタイルから笑顔が気になっちゃいますもんね。なりますよね、うん、もうスタイルから。私も本当いつもワンピースなんで、いつもお腹を引っ込めてですね頑張っております。そうですね、
はい、表参道から徒歩 2,3 分ということで、はいはいはい、マリーミーのサロンに今日はお邪魔をしましたが、はい、さあ今度8月の19日の土曜日、はい、10時半から女子力アップ、17時30分から男子力アップがあるということなんですが、はい、こちらでサロンでされるんですね。やりますよ。どんな、例えば女子力アップってどんなことをするんですか？あのね、最近のね、女子、まあ、男子もですけれども、恋愛をしてらっしゃらない方が多い。うん、恋愛してこないから結婚しないんですよ、要は。はい、で恋愛を思い出してもらう、まずで、うん、すっかり、なんか女の子に戻ってもらう、まず恋する時の気持ちとか、そうで戻ってもらう方法とか、うん、それから男性に会った時のポイントなどをお話ししたり、でそこにはファッションがあったり、一通りありますけれども、特に大事なのは話し方、うん、会社で喋ってる、会社で私は営業やってるからお話上手ですよとか、うん、お仕事アナウンサーだから司会だからお上手ですよなって言ってますけど、うん、そんなことはなくって、うん、男性とお話をする時の男性受けする話し方、例えばどんな感じですか？ちょっとぶりっ子っぽい感じですか？ぶりっ子っていうと、うん、ちょっと聞こえが悪いんだけど、したたらずな感じですか？うん、女らしければいいんです。あのね、例えば、うん、こんにちはって言っちゃダメなんですね。ハキハキすぎてる。こんにちは、和を抜くんです、最後。おぉ、わかります？ある意味新しい話が出すんですね。色っぽくないですか？こんにちはっていうよりも、こんにちはって抜く、ありがとうございます、元気な感じはしますけどね、うん、ありがとうございますじゃなくて、言い切るんじゃなくて、ありがとうございますって抜く。ほぉ、はい、そうすると相手からこう、らしい、女性らしいイメージが、女性らしく聞こえる。いや、そんな話し方です、初めて聞きました。そうなんですね。もうね、普通ないこんなレッスンは。ですよね、はい、ここでしか学べないレッスンです。そういったことも教えてくださる、はいはい、そして一方、17時30分から男子力アップ、はい、ということなんです。男子力はこの逆ですよね。そうです、はい、男性は今度逆でエスコートが大事なんですね、はい、で、エスコートっていうととってもこう難しそうな感じなんですけど、うん、そんなことはなくって、うん、日常的なことでちょっとだけ声をかけてあげればいいんですね。うん、だから例えば寒そうにしてたら寒くないって聞いてあげるとか、うん、暑そうにしてたら暑くないとか、お店に入ったら空調がそっちに向いてるみたいだから僕と席変わろうかっていうような簡単な気遣いのワンフレーズ、これを期間中のように教えます。はい、じゃあもうみんなもうメモして、メモして。男子もね、もう本当面白い、いろんな職業の男性いますね、うん、ドクターもいれば会社員もいれば公務員もいろいろいますけど、みんなどんな職業であれ、普段は院長と呼ばれているドクターであれ、うわーすごい勢いでメモしてます。あ、もうこの一言、そう、キラーワードを、もう元取りまくりでやってますよ。はい、だいたい何人ずつぐらい、はい、まあ、だいたいね、あんまり多いと、言ってみてなんて言ってロールプレイができなくなっちゃうんで、はい、まあ、多くても6人8人ぐらいまで。ロールプレイングもちょっとやってみたい人ってもちろん聞きますよ。皆さん積極的に手を挙げられたりなさるんですか？最近はね、やっと出てきました。最初の頃はね、うん、もうそんな絶対刺さないでほしいですみたいな感じでしたけれども、うん、もうあのマリミではスクールっていうのが定着してきたんで、はい、レッスンイコールスクールっていうのが定着してきたんで、何かしらもらって盗んで帰りたいみたいな、もうやらなきゃそうみたいな感じでしてみたい。で、あの連帯式もあるんですね、全員が婚活してるんで。あ、まあ、状況は一緒ですもんね。そう、情報交換の場であったりするので、うん、やってみたいって手を挙げてくれる男子も最近出てきたんです。じゃあ先生と一緒にやってみようねって、私が女子役でやったりするんですね。で、私もよくこうテレビで私がデートのエスコートを男性からされるっていうシミュレーションデートのシーンを何回かニュース番組なんかであの紹介されてるんですけど、はい、それを生でできるわけですから、うん、それは男性も参加した男性もやってみたいんですよね。なるほど。じゃあ、はい、もう男子力アップレッスンはどちらかというと、はい、まあ、エスコートとか、はい、そういうことを中心に包容力とか、まあ、これも話し方、それとファッションも出てきます。男性もファッション、ファッション、はい、男性っておしゃれな方がいいんですか？はい、おしゃれじゃないとどうですか、じゃあ木月さん、どうする、うん、おしゃれすぎる男性ってちょっとこう、ね、そのおしゃれすぎるところまでいかない。あ、いかないですか？なかなかいかないです、それタレントさん。あ、なるほど。一般人ですから、うん、一般人ですから、普段は大体スーツ着てらっしゃいますよ。
もしくは学生だったり、ね、仕事だったりしてらっしゃる、うん、で、あのプライベートのお洋服って本当にすごく難しくって、うん、一番最初のお見合いの時はあのスーツで行ってしまう、はい、でデートになってキャンプに行くのにスーツだけ行かないし、そうですね、うん、美術館に水族館に行くのにスーツだけも行かないので、うん、その簡単にですお金もかけない、あまりお金をかけないためにこういうお洋服を選ぶといいよっていうのことを話してます。あ、そういったことも教えてるんですね、うん、そうそう、はいはい、じゃあまずは8月の19日、はい、10時半から女子力アップレッスン、17時30分から男子力アップレッスンがあります、はい、さあぜひマリミーのホームページからお問い合わせください、はい、さあこの番組では皆さんからのお悩みやご感想などお待ちしております、はい、info@792fm.com までお願いします。はい、もう終わっちゃいました。はい、もうこの時間が早いですね。ではまた来週まで楽しみにしていただきましょうね。はい、今日はマリミーからお届けしました。ではまた来週、ごきげんよう。